よいしょ。なんすか、久々のゴヤゴヤゴヤ人狼ですよ。やり方を忘れたね。大丈夫ですよ、全員殺せんですよ。やめろやめろ、それやると本当にやるから、夏は。一人一人に聞き込み調査をするんだよ、夏。そうそうそう。こんにちはって言って首かっければいいんだっけ。ダメだよ。挨拶だからね、それが。それが夏の国の挨拶だから。そうだよ、お前分かってないの。久々すぎて何も覚えてねえよ。なんか こんなんだっけ？あれ？いやいやいや。いやいやいや。なんだ？お前が占いなのか？俺占いし。やったのもう。ちょっと思ってない。やんない。まあ誰もやってないよ、占いは。あ、いた。やるのか？あれ誰がやる？なるほどね。なんだ？なるほどね。人間引いちゃった。おっと3人目、もういい、ゴイラいい、おいいゴイラ2人いったからお前はいいよ、いかんで、いいよいいよ、邪魔邪魔邪魔、あ、もう夏まで来ちゃった、夏まで来ちゃった、ほらこれゴイラがいったから夏いっちゃったんだ。そうだぞ、後ろ、後ろいないね。はい、薄めの朝ということで、おはようございます。いつも通り、占いからいきましょうか。占いです。はい、じゃあ、いらないですか。その他は？その他大勢です。とりあえずバイザーウェイ人間でした。うん、以上。え、本当？本当？いや、まあそれはまあおいおい。って言っちゃうとダメだな、それ。他に役持ちはない。怪しい。まあ、あってはいますよ。怪しいな。他に役持ちいないの。まあ、僕違うからね。占いの看板触ってたやつ。占いは一人やん。ゴリラは違うの？実を言うと俺は占いなんです。お、早めに、はい。早い、早い。竜が人間だったよって言っとくわ。竜炎が人間だったよ。いや、あれ絶対嘘でしょ。ゴリラ？ゴリラ絶対嘘でしょ。わかりすぎだろ、あれ。なんか。なんなんだよ、もう。やるなぁ、あれはさすがに。こんばい、こんばい。はい、いかんでいいないの、こんな方。ちょっと俺が殺されないか見てて、そっから。ああ、うわぁ、頼むぞ。よし、誰だ誰だ誰だ、リュウエンみたいな。あー、聞こえる、見える、リュウエン人狼。おー、なるほど。じゃあゴイラとも意見が食い違うな。そうだね。なんか黒いのがいるんだけど、通話部屋に。どっから見てるの、あいつ。どっから見てるの、いた、もうめっちゃいたわ。え、めっちゃ近かった。いった。無駄にダメージった。ね、竜炎人狼だったのよ。え、じゃあもうその、え、竜炎、そう。だってもうね、もうゴリラ竜、ゴリラ竜炎ラインがもう俺の中ではもう確立してんだよね。一応、ゴリラ来てる。でも一応先にゴリラやるのもありじゃん。そうだね。狂人キツネの可能性もあるから、もしお前が死んだら。あるあるある。チャットしようないからなぁ。別に何も情報ないからね。わかる。龍炎か夏か。夏だ。ゴリラが本物だとしたら今誰とも会話できてないの。ゴリラいる、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 ゴリラいる。え？なんだこいつ。何しに来たの？いや、お前対抗してんだけど、俺たち。お前殺しても文句言われないよ、俺から。え？いや、俺対抗してるから、俺、お前殺しても何も文句言いたい、痛い、痛い、痛い。言われないよ。大丈夫？後ろが殴ってきた。後ろ殴ったね、今。ちょっと待ってね。俺、ゲーム音声入ってないから、俺、一回設定いじるね、俺ね。はい、なるほど。それに気づかせるために僕は殴った。ああ、なるほど。そうなの。おはようございます。おはようございます。2日目じゃ、こら。あ、3日目か。当たりお願いします。3日目じゃ。どうですか？僕はね、ゴリラを占って人狼でした。僕、夏を占って人間って出ました。はい。はい。以上。誰を占って？はい。夏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 。俺が人間でした。ナチュー。ナチュー人間。なるほどね。俺が人狼ってか、お前。ほんまか。はい。はぁ？いいよ、どっちでももう。あ、そう。対立してるから、もう。どっちでもいいよ。そこからはもうどっちでもいいよ、もう。好きにせえよ。はい。
そんなことより早く狐を当ててもらわないと。そうだね。そんなことより。そんなことよりさ。当てないと。あいちぇー！この HP は。役持ちがいないのか、これ。騎士とかも。霊媒もいないのか？市民2とかもないの？市民は市民。俺市民。市民。あれ押したんでしょ。なるほどね。俺初日いなかったでしょ。あ、いなかったね。いなかったね。イーブンは通る。セコットは一人なのかな、どうなの、まあ、でも、なんとも言えんか。占ないし、狂人、狐、狂人狐狂人狐はないね。なんか決定だよ、けど。もう一人役職持ちの。まあ、いてもおかしくない。いると思うんまあ、騎士か霊媒がいてもおかしくないよな。てか、いるか。霊媒ここで言ってもまあ。まあ、霊媒は言いづらいかもしれんけど。そうそうそう、やるんじゃないの、2日に出るようになったっすよ。忘れちゃったんだよな、ゴリラ。ういっす。ういっす。ゴリラとポンチやり合ってんのかな、やっぱ。まあ、対抗するしね。うん。え、夏は結局何なの？これ、霊媒。あ、霊媒なんか。なるほどね。なると。あ、やり合ってんな。やり合ってる、やり合ってる。で、俺、あれだよ。俺、後ろの市民なんだよ。二人なんだよ。あ、そう。そうそう。もう通じ合ってんの。あ、なんか、すげえやり合ってる。バイザーで撃たれてなかった、今。バイザーで撃たれてた？撃たれてた、撃たれてた。なんか、ロバいんな、こんな感じ。あれって言った。とりあえず、まあ、なんか戦が始まってると。まあ、でも、ポンチョとゴリラはな、仲良くしようないからな。まあね。よしと。あれ？竜炎どこ行ったの？さあ。ちょうど立ち去ったんじゃない？あ、そう。ちょっとゴリラとポンチョがめちゃめちゃ撃ちちゃったから、ちょっと、怖っと思って一回こっちに逃げてきたんだけど。ああ流れが当たりそうになった的なあれか。うん。じゃあな。白やったのかな。おお。おなんだ。何？何何何何。あ、見られた。逃げよう。マジで？ゴリラしかおらん。だけ？ゴリラだと俺しかいない。他4人どこ行った？迷宮入りだ。あれ、バイドウェイ、あれ、バイドウェイ上か。いないです。あ、いたいた、ごめんごめん。早いな、石が来るの。ゴリラ占い結構。占いしたした。ウシロンは人間って出てるね。うい。べべべ、あー。はあ、なんだこりゃ。あいつなんでさっきくれなかったんだよ。持ってます。めっちゃお前敵だと思ったじゃねえかよ。あげて。いや、ポンチョに渡したんだよ。か。でもポンチョゴリラ殺されてたよ。あ、もう先に死んでたの？そうだよ。挟み撃ちにされちゃった、リュウエンと。
ああ、そうだったんか、ゴリラしか見てなかった。そうそうそう。いや、リュエンがね、話しかけてきて、うん、リュエンと話して騙そうと思ったらね、後ろからゴリラが来たんだよね。いや、本当は、なんだ、本当は日焼けたらすぐポンチョか後ろのどっちかに渡そうと思ったんだけど、リュエンとナツはずっと騎士の館にいたから、やっぱりもらってたのよ、当店のタイミング的に。もらったんだけど。ああ、挟み撃ちだからもう2死しちゃったんだけど。2回死んだ。ああ、でしかも2人リュエンとやり合った時にね、ちょっとダメージをもらっててね、先に。そうだね。はいはい。それを見越して。弓2発で死んじゃったんだよね。いや、あれは殺すしかないわ、タイミング。